シャビエル・エチャイタ・ゴリチャテギは、スペイン・バスク州ビスカヤ県アモレビエタイチャの出身のプロサッカー選手、SD ・エーバル所属。ポジションは DF。カンテラ時代を SD ・アモレビエタて過ごした後、2006年にアスレティック・ビルバオに入団し、参加のビルバオアスレティックでプロデビュー。2008から09シーズンにトップチームに昇格し、2008年11月16日の CA オサスナで、プリメーラディビジオン初出場。2010年1月、セグンダディビジオンの FC カルタヘーナに、ローン移籍シーズン終了後にビルバオとの契約満了に伴い、エルチェ CF と契約。最終ラインに定着した。2013年7月、フルスのアスレティックビルバオと契約。復帰後はレギュラーに定着。2014から15シーズンは、 コパデルレーの決勝戦に出場したものの、FC バルセロナに3-1で敗れた。2018年7月24日、プリメーラディビシオン初昇格を果たした SD ウエスイのローン遺跡が発表された。2019年6月30日、契約満了でアスレティックビルバを退団。8月13日にヘタフェ CF と2年契約を締結した。 2021年7月15日、セグンダリビジオンに降格した SDA ルにフリーで移籍し、2年契約を結んだ。2015年10月に UEFA ユーロ2016予選のオクライナ戦でスペイン代表初出場を果たした。ありがとうございます。